はい、どうも、こんにちは。今日はね、この G6 Max の歩き撮りのこの撮影テストということでやってきました。そっからね、遊歩道っていうのがあって、その上までずっと歩けるようになってるんで、これ持ってちょっとね、行ってみたいと思います。結構な山道なんで、普通に考えたらね、結構こういうブレあると思うんで、それがね、この G6 Max が、どのぐらいね、これに、このブレを吸収してくれるのかっていうのを実際にやってみたいと思います。それじゃあ早速ね、こんな感じで、今もうね、G6 Max の上に、インスタ 360R 乗っけてますんで、これで早速こう歩き撮りでね、行ってみたいと思います。それでは、行ってみます。遊歩道、早速ね、登ってみたいと思います。さあ、どうでしょうか。これね、割とね、結構な急斜面で、これ雪の上でね、今ザク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 歩いてる音聞こえてるかもしれないですけど、結構ねぬかるむっていうか足場悪いので、今かなり手元は揺れてます。 1080p の30コマ、今これで撮ってます。これがね、いつも僕が普段使いでよく使う、モードですね。インスタ 360R にはフローステートだったかなっていうね、この手ぶれの吸収するね機能があるんですけど、それをね効かせた状態と、効かせてない状態ね、それでまあ実際どのぐらい違うのかっていうのと、あとは、そのねフローステートを効かせた状態でこのねジンバル乗っけたのと、あとはね、そのフローステートを効いてない状態で、このジンバルに乗せて歩いた感じね。この辺もね、ちょっと、一緒に比較してみたいと思います。やべえ、もう疲れてきた。この上にね、お城があるんですけど、今日はちょっとね、そのお城まで行ってみたいと思います。ほら、休みな。ほら、チャレンジャー。山上がってきました。一番下の子が山登ってます。道なき道を、もうね結構な急斜面なんだけど、頑張って登ってますね。おっさんには無理ですね、ここは。じゃあおっさんはね、おっさんはちょっとこの山道駆け上がるのは無理なんで、普通のねこの、歩行ルート行きたいと思います。今ねこれだいたい何分ぐらいかな、今15分ぐらい、多分15分ぐらい今登ってきましたけど、やっぱりねこれまあアクションカムつけてるっていうのもあると思うんだけど、軽いですね、やっぱり。これすごい軽いと思いますね。まあ、これでね、普通のね、カメラ、α6000 とかね、その辺つけると、ミラーレス一眼とかね、あの辺つけると、そこそこな重量にはなると思うんだけど、やっぱりね、この G6 Max 自体が、相当コンパクトにできてて、軽いんで、それでね、さらにこれ、インスタ 360R つけてるんで、やっぱりね、軽いですね。持っててもやっぱりそんなに苦じゃない。これはやっぱりすごいなと思います。上がれた？うん。すごいじゃん。いやー、子供は元気だね。もうね、頂上着きましたね。どうでしょうかね、これ。カメラで見てる分にはね、このモニターで見てる分には、結構ね、揺れてないなって感じ。全然揺れてない。すごい安定してるって感じだけど、ようやく今日の目的地、城に着きました。20分弱ぐらいかな。ゆっくり上がってそんな感じですね。はい。いやー、登れたね。余裕やん。疲れた。
いやー、今ね、あの山の上のねお城までちょっと行ってきましたけど、いやー疲れました。今ね行きで普通に、このねジンバル手持ちで持ちながら上がって、帰りはねタイムシフトっていう撮影でちょっと降りてきてみました。ジンバル使ってみて一番いいなと思ったのはこれね、バッテリーですね。カメラのバッテリー、これがねこれねジンバルから直接電源給電して今ね撮ってるんですけど、そのねバッテリーの失敗がないっていうのがね、なんかねすごいいいですね。なんか気にせずねずっと電源つけっぱなしでずっともうトリッパでねずっと行けるんで、で撮ってない時もね通常だったら電源ね落として一回一回電源切ってやるんですけど、電源切らないでねもうそのまんまつなぎっぱなし、電源つけっぱなしでね、移動したりとかして、その辺がねすごい便利だなと思いました。やっぱバッテリーの心配ないっていうのがねこんなにね安心感あるんだなっていうのが分かりました。あとはやっぱりねこうやって手持ちで結構今ねブル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 歩きながら撮ってるんで、相当ねこう上下に揺れてるんですけど、上下とかこう横にね微妙に小刻みに揺れてるんですけど、それがね、かなりね吸収されてんじゃないかなと思います。やっぱりねこうやって横向きこうやってもねこう斜めにしてもまあ必ずね同じ角度になるっていうのがやっぱりいいですよね。ジンバルってすげえなとね。まあこれジンバルっていうのね僕こう初めて持ったんですけど、まあね前はねオズモポケットっていうねあれ小型のねジンバル付きのカメラ持ってたんですけど、それはねちょっと水没しちゃったんで、それからねジンバル付きのカメラっていうのはちょっと持ったことなかったんですけど、今回ねこれ G6 Max 持ってみてねかなりいいなと思いますね。これねやっぱり軽いですよね、何よりね。まあ当然ねここにちゃんとしたでっかいカメラねミラーレスとか乗っけたらまだまだ重くはなると思うんですけど、通常のねこういうジンバルの三軸ジンバルのこういうねものから比べると相当これ軽い部類じゃないかなと思います。軽くてねして結構コンパクトなんですごいね持ち運びも便利ですね。ただやっぱりジンバルのこのね仕組み、この動く仕組みだけはやっぱりちょっと気使うんで、その辺はねあんまり雑に扱えないなっていうのもあるんですけど、結構ねやっぱり欲しいなと思いました。これね個人的にはねこれ欲しいです。すごいいいなと思ったんで、でまあカメラね自分のカメラでも使えるし、当然アクションカムでね、アクションカム自体がもう手ブレ補正はすごい強烈なの入ってますけど、それにさらにねジンバル加えることでね相当もう全然ブレないようなね完璧な画角を作ることができるんじゃないかなと思います。そういう意味でねかなりこの G6 Max ねアクションカムも乗るし普通のカメラもね何でも乗せれるんで、割とね小型ミラーレスぐらいからアクションカムまでね何でも乗せれるんで、これねいいなと思います。ただね α6000 とかその辺じゃないとこのねコントロールと対応してないので、その辺をね今インスタ 360-1R は、カメラのこのコントロールと対応してないので、ここでねカメラの操作自体はできないですけど、まあ電源だけ供給ができるのと、あとはね普通にジンバルねこういうジンバルの動きは使えるので、そういう意味ではねすごいいいなと思います。でね設定も簡単、割と簡単で、バランスね重量合わせるのもすごい簡単だったんで、すごいいいなと思いました。はい、というわけでいかがだったでしょうか。今日はね、この G6 Max ね、フェイユーテックさんからちょっとお借りできたので、僕のねこのインスタ 360-1R で、ちょっとね乗っけて手持ち撮影っていう感じでやってみました。どんな感じで映ってるのかねちょっとまだ、確認してないんでねわかんないですけど、ちょっとね打ち返って編集してからもう一度ねどんな感じだったのかっていうのをちょっとねお話したいなと思います。それじゃあまた。